それは私が季節に合わせ馬車で大陸の西へと移動していた時の話です。広い荒野の中心である兄弟に出会いました。後にも先にもしばらく町はありませんでした。兄弟はこの途方もなく長い道をたった二人だけで歩いてきたようでした。馬車を止めたのは兄である少年でした。彼は妹に遠くで遊ぶよう言いつけると小さな声で花を一輪売ってほしいと申し出ました。申し出に応じる前に私は疑問を口にしなければなりませんでした。二人はどこから来たのか、親はいるのか、なぜここを歩いているのかと、少年は何も答えずもう一度花を売ってほしいと繰り返しました。その手には金貨が何枚も握られていました。私は諦め金貨を断った上で誰に贈る花かを尋ねました。意外なことに少年はその質問には答えるつもりがあるようでした。妹が誕生日なんです。その時少年が見せた表情はこちらが少し驚いてしまうほどに穏やかで優しげなものでした。私が馬車から花を見繕おうとした時、ふと遠くで短い悲鳴が聞こえました。それは少年の妹である少女が石につまずいて転ぶ声でした。少女はすぐに立ち上がり、何事もなかったようにまた駆け回ります。その膝からわずかに血が滲んでいることに気づくと、私は少女を呼び止めようとしました。しかしそれより早く傷に伸びるものがありました。それは尾にも腕にも、あるいはそれ自体が自我を持つ蛇のようにも見える半透明の長い鶴でした。鶴は少女の体から何本も生えていました。それは玉虫色に光を反射し、絡まり合いながら少女の膝へ伸びると一瞬のうちに傷を覆いました。やがて少女の膝から鶴が引き上げた時、傷は跡形もなく消え去っていました。同時に私は少年が自分を見つめる気配に気がつきました。今何か見ましたか？少年の年齢を考えると不気味なほどに低く温度のない声でした。驚いて彼を振り向くと、その目には異様な光が宿っていました。それは直感だったかもしれません。私には二人がこの世の存在でないように思えました。そうしてこうも予感しました。何か見たかという少年の問い、その答えによっては私もまたこの世のものではいられなくなるのではないかと。ハインデル様、そう外ばかりご覧になられては馬車の揺れで酔ってしまいますよ。俺が何歳から馬車に乗っていると思っている？お前のような御者風情に教えられるまでもない。それとも外を見られては困る事情でもあるのか？とんでもございません、ハインデル様。この馬車もじきに帝国北部へ着きましょう。お父様の寮はもうすぐですよ。途中ビクナットという大きな町があります。ですがこの辺りは信仰の宗教都市で部外者の通行を許していません。そのため町の外壁に沿って迂回を行います。少し遠回りとなってしまいますが、ハインデル様にはどうぞご容赦を。お前はよく喋るな。あ、
手短に本題へ入ればどうだ。お前の仕事は本当に俺を辺境の屋敷から父上の治める領へ移送することなのか。当然でございます。この度あなたのお父様は領主の務めを引かれ、領地をご子息方に譲る決断をされました。5人、いや7人、俺のような妾の子も含めた直系全てにな。父上は領地を細切れにでもするつもりらしい。それが決まるのもこれからですよ。これから領の中心にてそれぞれの相続人が分割を取り決める合議を行います。ハインデル様が望みさえすれば故郷に似た静かな領地を選ぶこともできるのですよ。故郷か。見るたびに知らん男を連れている母上と屋敷の品をくすねる下人、ヒカキ棒をしつけに持ち出す乳母の待つ地に執着などあるかな。ああ、ハインデル様、ここから少し森を抜けます。木の枝が目に入りでもすれば大変ですので、どうぞ窓をお閉めください。ああ、そういえば母上も同じ地に向かっているんだったな。この場所には乗せられなかったのか。お母様は遅れて寮へ向かわれる予定です。相続手続きの準備があるからと。そうか。ああは言っても母上だ。挨拶の一つでもしてから出てくるべきだったかな。またすぐにお会いできますよ。そうだといいが。ところでお前は片腕だけで馬を操れるのか。は、その右手、森に入って一度も懐から出していないな。ここは道も悪く馬も扱いづらい。両手を使った方が馬車は安定するはずだが。それとも手を見せられない事情でもあるのか。お前何をした。ここに来るまでに少々物騒な獲物を見つけてな。誤っても使うものの現れないように絵を握ると毒がにじみ出るようにしておいた。神経毒だ。緑の斑が血管のように浮かび、腕であれば倍ほどに腫れ上がる。確かに人には見せられん手になるだろうな。やはり死角だったか。このガキ。仮にも解毒剤を持っているかもしれない相手によくそんな口が聞けるな。雇ったのは母上か。大方他の兄弟が命の保証と金をちらつかせて懐柔したのだろう。自分さえ助かれば我が子の命も差し出す女だ。あるいは母上の方から持ちかけたのか。だとしても今さら驚くことはないがな。ああそうだ、お前の首は母親の手土産になるはずだった。お前さえ死ねば取り分が増える兄弟から大金をせしめられるからな。解毒剤はどこだ。まだ情報が足りないなら雇った兄弟の名前を話してもいい。他に何を望む。いや、そこまで聞けば十分だ。茂みに馬を止めてくれ。念のため獲物も預かっておこう。おい、どこへ行く。解毒剤は屋敷の馬屋に置いてある。ここからはだいぶ離れているが、その体で引き返せるかな。くそ、くそ。やはり子孫じた時の追っ手が控えていたか。道理で外を見せたがらないわけだ。そう外ばかりご覧になられては馬車の揺れで酔ってしまいますよ。標的を乗せたはずの馬車の逆走、すぐにボロが出るだろうが多少の時間稼ぎにはなるだろう。ここから近い町はウィクナットだったか。身を隠すのには向いていそうだな。母上、何も今日でなくてもいいじゃありませんか。今日は
僕の誕生日だったんですよ。部外者の侵入を許していないと聞いたが、門番どころか人の姿すら見当たらんとは。昼だというのに夜のように暗い場所だ。街を囲む外壁が原因か。あれは書庫があるとは助かったな。ここで街の様子を伺いながら身の振り方を決めるとしよう。あら、誰かいるの？この町の住人か。そうとも言えるし、そうでないとも言えるわね。あなたは違うのかしら。教える義理はない。可愛くない坊や。でも一ついいことを教えてあげる。この町からは出た方がいいわ。異教の都市だからか。そんな理由じゃないわ。ここは未知の絶望が眠る町。あなたみたいな子供が来ていい場所じゃないの。要領を得ん忠告だ。あいにく他に行くあてもなくてな。未知の絶望か。この世の絶望と呼べるものはもうあらかた味わった。他にあるというなら見せてもらいたいくらいだ。世界のすべてを知っていると思うのはおごりよ。お前が何も知らないだけだ。言いたいことはそれだけか。いい加減姿を見せればどうだ。声がするのは書棚の裏だな。人を茶化すのも大概にしろ。誰もいない。覗き見は良くないんじゃない？何者なんだお前は。私はラプラス。これがあなたと会う最後にならないと嬉しいわ。頑張って生き残ってちょうだいね。ラプラス。古い伝承に残る地と未来史の悪魔か。その名を語るとはますます得体が知れないな。何より生き残るとはどういうことだ。おや驚いた。こんなところに子供がいるなんてね。この町では見かけない顔だ。どこかから迷い込んできたのかな。身なりを見る限り神父のようだな。見たことのない紋章だが土着の信仰か。少なくとも悪人ではなさそうだ。追われているんです。北の町にある人売りの館から逃げてここまで一人で歩いてきました。ああ、それは。ここから出ればいつ見つかるかわかりません。神父様、どうか何も言わず僕をかくまってはもらえないでしょうか。二の上としてはこんなものか。さて。なるほど。もちろん私の教会へ来てくれて構わないよ。これでも昔は孤児院をやっていてね。本当ですか。ああ、他でもない君のような子供を救うためにね。しかし神父様じゃどうにも堅苦しいな。私のことはエルフォワートと呼んでおくれ。楽しみね、楽しみね、クルちゃん。もうすぐお誕生日でしょ。そしたら私は14歳でしょ。それでね、お母さんが迎えに来るでしょ。あと何日で出られるんだっけ。昨日が1日前で、昨日の昨日が2日前
前だから。昨日か。私、いつからここにいるんだっけ、クルちゃん。すまない。しばらく客人を呼ぶことがなくてね。ポットを用意するから待っていてくれ。ええ。ほこりまみれの食堂、錆びた遊具。孤児院としての設備は何年も使われていないように見えるな。子供は僕の他にいないんですか？ああ、一人もね。孤児院の子供たちはみんな大人になって都に出てしまったよ。嬉しいことだけど、やはり寂しいものだね。この町を出たくなる理由があるのか？いや、考えすぎか。ここは未知の絶望が眠る町。エルフォワートさん、この町は？時に、人は何のために生きていると君は思う？え？いや、何、ちょっとした簡単だよ。君は人売りから逃げてきたと言ったね。きっと生き抜きたくなる強い理由があったんだろう。理由なんて考えたこともありません。ただ生まれた時から生きることに必死にならなければいけなかっただけです。ほう。強いて言うなら、生きる理由が見つかるまでは死ねない、そう思っているのかもしれません。その年で随分大変な思いをしてきたんだね。だけど安心するといい。ここにはもう君を脅かす者はいないよ。さあ、ミルクティーの出来上がりだ。飲んで体を休めるといい。いただきます。この教会にあるものは自由に使いなさい。ただそうだな、庭の井戸にはあまり近づかないでくれないか。外壁の腐食がひどくてね、修理はしているんだが、いつ崩れるかわからない。君が落ちでもすれば大変だ。それ以外はどこでも好きに歩いておくれ。そうだ、美術品に興味はないかい？その紅茶を飲み終わったらぜひ。明日にした方が良さそうだね。しかし、生きる理由を見つけるために生きるか。なるほど、それが君の希望なんだね。ここは教会の客室か。外が暗い。あの後夜まで眠ってしまったのか。それにしてもひどく喉が渇いている。神父はもう眠っているだろうか。台所の場所を聞いておけばよかったな。今何か見えたような気がしたが、まさかな。部屋の扉は閉めてある。どこからも。そこか。廊下の奥で何かを引きずる音がする。いつもあと少しのところで見失う。影の大きさからして人間というよりも小さな動物か何かのように思えるが、侵入者でないのなら相手にしないのも手だ。しかし部屋で感じたあの気配、妙に気にかかる。
悪いが、俺には遊んでいる暇はない。いたちごっこは終わりだ。小動物か。いや、見たことのない姿だな。鳥とも虫とも違う妙な鳴き声だ。モンスターの一種なのか。ここは井戸。俺をそこへ呼ぼうとしているのか。しかし、井戸には近づかないでくれないか。少なくとも腐食している様子はない。このはしごで降りられそうだな。お前の言うことを聞いてやるわけじゃない。ただこのまま何も調べず部屋に戻るのが尺なだけだ。不快な鳴き声だ。少しは静かにできないのか。井戸の底が干上がっている。通路になっているようだな。お、扉。お前は触るな。ごめんなさい、びっくりさせちゃったみたい。どうしよう、クルちゃん。初めての人に会うときは初めまして、初めての人に会うときは初めまして。知ってるわ。大丈夫。うるさい、全部聞こえている。なんで怒るの。はじめましてってちゃんと言ったのに。びっくりしたならごめんなさい。あなたがあんまり綺麗だから私嬉しくなっちゃって。綺麗。あのね、私ずーっと一人でここにいるの。あ、クロちゃんも入れると二人。ずっとね、ここの灰色の壁ばっかり見てたから。だからね、人って色がついててとっても綺麗よ。おかしいな、異国の言葉ではないはずだが、全く意味がわからない。お前は何者だ、なぜここにいる。それにお前どうして繋がれているんだ。これはね、パパが外に出ていかないようにって繋いでくれたの。平気よ、パンは口だけで食べられるから。でも手を使えないのはちょっとつまんないかも。クモさんやアリさんが来た時一緒に遊べないもん。父親とは誰だ。エルフォワートをそう呼んでいるのか。じゃない。どうして自分の娘をこんなところに繋いでいる。おかしいと思わないのか。そんなこと言われても、私ずっと前からこうだし。ずっと前っていつだよ。生まれた時からか。大きい声出さないでよ。いつってそんなの。ここにいるんだっけ。思い出せないほど昔か。ひどい話だな。一つ教えてやる。エルフォワートはお前の存在を隠していた。え？
子供は僕の他にいないんですか？ああ、一人もね。庭の井戸にはあまり近づかないでくれないか。それどころか、あいつは嘘までついて明確にお前の存在を消した。どんな事情があれ、親のすることじゃない。悪いことは言わない。ここを出てすぐに他の大人に掛け合え。お前の父親がおかしいことはすぐわかるはずだ。だからなんだ今の。パパを悪く言わないで。パパは優しいもん。毎日ちゃんとパンをくれるし、寒い時には毛布もくれるし、優しいもん。私と名手が喧嘩した時だって、リリアが私のお人形を取った時だって、パパは。名手リリア、誰の名前だそれは。私の友達だよ。メッシュっていうのはね。あれ、リリアは、あれ誰だっけ。いちいち調子が狂うやつだな。その父親とやらの言いなりでお前はいつまでもここにいるつもりなのか。いつまでもじゃないよ。お母さんが迎えに来るまでって言ってたし。あのね、ここでいい子にしてたら小さい頃にいなくなったお母さんに会えるんだって。だからね、私待ってるの。母親に会わせるのを条件にこの井戸にな。そう、私が14歳の誕生日になったら来るの。誕生日っていうのはね、生まれた日のことで。だから私は、あと何日だっけ。見たことか。ずっと地下で過ごしているから時間の感覚もなくなるんだ。こんなところに娘をつなぐ父親だ。母親に会わせるというその約束すら怪しい。少しは疑おうとしなかったのか。疑わないわ。だってパパよ。お前みたいな奴が一番嫌いなんだ。え？親のすることを疑いもせず善と信じ込んで、結果自分が食い物にされても気づかない。親の意志一つで好きに使われていいほど俺たちの命は安くない。お前もそうだ。父親にこんな地下に閉じ込められていていいはずがない。来い、俺がここから連れ出してやる。その鎖をどうにか外してお前を地上へ連れていく。待ってよ、そんなことしたらお母さんに会えなくなっちゃう。ここから出たぐらいで会えなくなるような親なら最初から会えるものか。もっともお前が望まないならそれまでだ。星の光も鳥の声も知らんまま、会えるかもわからん母親を待って暮らすのも人生だろう。お前が選べ、行くのか行かないのか。星の光は、星の光は綺麗？鳥の声は綺麗？そこに私の知らないものはある？あるだろうな。本当はね、外の世界に憧れてたの。でもね、お母さんに会えなくなるのは絶対に嫌なの。だからね、私のお願い聞いてくれる？きれい。大声を出すな、まだ明け方だ。あ、そうだった。誰にも
見つかっちゃいけないんだったわ。そう、これが夜明けなのね。綺麗。私のお願い聞いてくれる？ここから出せという願いじゃないのか？ね、半分そうだけどね、半分違うの。出るけどすぐに戻ってきたいの。パパは毎日夜になるとパンを置きに来てくれるわ。さっきパンを置いてくれたばっかりだから、次に来るのは一日後よ。ねえ、それまでに外に出てここへ戻ってくることってできない？見て、遠くに知らない街が見えるわ。あっちまで歩いて行けるかしら。ああ、グレーテルは望んであの井戸に戻ると言った。まだエルホアートを信じているからだ。だが街で年の変わらん子供が親と自由に出歩く様を見れば考えも変わるだろう。戻りたくないと言えばそこで協力すればいい。しかしエルフォワードが来るまでに戻るか。賛成はできないが、このままここにいるよりはよっぽどマシだろう。けれど出ると決まればその鎖をどうにかしなければな。ナタならあるが、これでなんとかなるだろうか。それなんだけど、あのね、鎖は壊さなくてもいいみたい。ほら見て、ここのところが焦げてボロボロになってる。いつからかしら。全然気づかなかったわ。でもこれで外に行けるでしょ。ああ、あの焼き切れたようにちぎれた鎖、見間違いでなければこいつが月光した時はぜるように光っていた。パパを悪く言わないで。多少錆びていたとはいえ、鎖を引きちぎるような力がこいつにあるとは思えない。そもそもなぜこいつは拘束されていた？エルホアートの目的は何だ？それにそのモンスターは連れて行かないのか？あまりここを離れられないんだって。そう言ってるように見えるから。あの生き物が何なのか結局知ることもできなかった。謎ばかりが深まる。俺は一体何者を連れ出してしまったんだ。はぁだから急に大声を出すな。何なんだ一体。あなたの名前まだ聞いてなかったわ。あれ、私の名前もまだだっけ。あのね、私はグレーテル。連れ出してくれてありがとう。あなたは？俺はハインデル様。お前さえ死ねば。昔の名前は必要なくなった。そうだな、お前がグレーテルならヘンゼルと名乗ろうか。ヘンゼル、いい名前ね。でもどうして？呆れたな、お前は童話も知らないのか。ヘンゼル、ヘンゼル、見て見て。急に走るな、見失うだろう。綺麗。ねえ、この花なんて名前？青くて小さくてリボンみたいな花。花の名前なんて知るか。おい、何をしている？は？使
カートをそんな風に使うなと教わらなかったか。どういう教育を受けてるんだお前は。ごめんなさい、あんまり綺麗だからお母さんに持って帰りたくなっちゃって。いつ会えるかもわからん母親にか。花なんて持って帰ってもすぐ枯れてしまうだろ。そうね。わかったよ、俺が持っててやる。本当に？ポケットに入るだけだ。だからいい加減スカートを下ろせ、みっともない。ありがとう、ヘンゼル。そういえばエルフォワートのことはパパと呼んで、母親のことはお母さんと呼ぶんだな。ああ、それはね、お母さんはお母さんだけどパパはお父さんじゃないから。パパは私だけのお父さんじゃなくてみんなのパパだから。こういうのなんて言うんだっけ。養父とでも言いたいのか。お前もしかしてあいつの娘じゃなく孤児院の子供だったのか。はっ、そう、それ孤児院。みんなで同じ家に住んでね、一緒にご飯食べたり遊んだりしてね。だからね、お母さんには一度も会ったことがないの。でもわかるわ、私のお母さんはきっと素敵な人よ。よくもまあ、見たこともない母親のことを信じられるな。だって私の家族だもの。家族なんてそういいものじゃない。ほん？グレーテルが孤児院の子供だとすると、孤児院の子供たちはみんな大人になって都に出てしまったよ。ますます辻褄が合わないな。孤児院はずっと昔に畳んだはずだ。なぜこいつだけが地下にいた。グレーテル、ようやくお前の誕生日が来たよ。お母さんに会う時間だ。グレーテル？ああ、鎖が焼き切れている。この足跡は彼のものだろうか。困ったな。厄介なことが起きてしまった。急に走るなと言っているだろう。ねえ見て、ここは宝石屋さん？キラキラの石がいっぱいあるわ。それは飴玉だ、グレーテル。キャンディーなの？きれい！きれいなのに食べられるなんてどうしよう。こんなに素敵なものがあっていいのかしら。こいつを袋一杯頼む。金はこれで足りるだろう。ヘンゼル？いいの？ああ、買ってやるから騒ぐのをやめろ。みっともないからな。ありがとう、ヘンゼル。キャンディー、きれい。お日様に透かすとキラキラしてるわ。ヘンゼル、見える？早く食べろ。落としてしまっても知らないぞ。やだ、もうちょっと見るの。うん、だけどヘンゼルはどうしてあんなにたくさんの金貨を持っていたの？家から持ち出してきた。しばらくはろくな生活ができないだろうと見越してな。ふーん、
かんないけど、ヘンゼルは家出した子なの？まあそれに近いか。口減らしのようなものだ。俺は領主になるはずだったが、他の家族がその領地を奪うため俺を追い出した。顔も知らない兄弟に疎まれ、母親には殺されかけた。だからお前のように心から家族を信じられる奴を羨ましく思うよ。おい、何をしている？飴玉なんか並べてどうするつもりだ？こうやって。よし、これで大丈夫。ヘンゼル、この丸の中に入って。はあ？入りなさい。何の遊びだ、グレーテル。ヘンゼル、これはあなたの領地。この中ではヘンゼルが領主様よ。ああ。ここは二人だけの国だから、悪い人は誰も来ないの。怖いことも辛いこともここにはないわ。だからヘンゼルは安心していいのよ。ああ。領地がなくて寂しいなら、二人で領地を作ればいいわ。家族がいなくて寂しいなら、私が家族になってあげる。だから、ヘンゼル、悲しい顔をしないで。俺の治める領地なら、もっと大きくないと困る。そうだな。これぐらいは欲しいところだ。あ、石を使うなんてずるいわ。お前こそ食べ物を地面に置くなと教わらなかったのか。国境を引くなら硬くて頑丈な石に限るだろう。ヘンゼルは分かってないのよ。石なんかより飴玉の方がずっと綺麗だし美味しいし、綺麗だもの。まるで子供の言い訳だな。俺も子供だったか。決めたわ。今日を記念日にしましょう。私たちの領地ができた記念日よ。お祝いには花を飾って。グレーテル、どうした？寒い。寒いわ、ヘンゼル。体が冷たいの。まるで、氷になってしまったみたい。何を言ってるんだ、グレーテル。ここは寒くなんか。手が燃えるように熱い。お前、一体どうなって？グレーテル。おい、グレーテル。グレーテル。おい、グレーテル。どうしたんだ？しっかりしろ！これは、羽？一体、何が起こってるんだ？おい、グレーテル、返事をしろ！私ね。
しまうの。何を言っているんだ。おい、グレーテル。おい。何度も繰り返したわ。何度も気づけなかったわ。こうして消えるすぐ前まで、いつも忘れているの。消えるなんて言うなよ。なあ、どうなってるんだよ。離れて、ヘンゼル。あなたまで眉になっちゃう。眉。離れて。ごめんね。痛いよね。でもお願い、そこから動かないで。グレーテル、待て。怖いよね。嫌だよね。私のこと見なくていいよね。つぶってていいよ。怖くなんかない。俺はただお前が来ないでってば。グレーテル、ヘンゼル、あのね、この羽に包まれたら、私は私じゃなくなっちゃうの。その後ね、マユになってもう一度生まれ直すの。何を。それを何度も繰り返しているのよ。数えきれないぐらい昔から、孤児院のみんながいた頃から。また思い出せなかったな。グレーテル、悲しい顔しないで、ヘンゼル。あなたは笑った顔の方が素敵よ。外の世界を見せてくれてありがとう。私の手を取ってくれてありがとう。あのね、あの暗い地下を出てもやっぱりあなたは綺麗だったわ。グレーテル、何なんだよこれ。お前は何になったんだよ。なあグレーテル、なあ返事してくれよグレーテル。間に合わなかったか。お前はエルフォアと隠していて悪かったね。これがこの子の病なんだ。だからあの地下から出してあげることができずにいた。病。グレーテルは、グレーテルはどうなってしまったんですか。俺は彼女に何をしてしまったんですか。話は教会でさせてくれ。ひとまずはそれを運ぶのを手伝ってくれないか。重さと大きさだけは娘とほとんど同じなんだ。おお。そこに何かいるのかい。あ、いえ、何でもありません。それでグレーテルは。まだ眉の状態で眠っているよ。今回も無事だといいんだが。お、眉。あんな病見たことがありません。グレーテルは明確に自分は消えると言っていました。また生まれ直すとも。グレーテルはどうなってしまったんですか。あの眉はグレーテルに戻るんですか。
うん、戻るよ。しかし戻らないとも言える。あの眉はやがてもう一度グレーテルの形を作るだろう。しかしそこから出てくるのはなぜか30日前の彼女なんだ。そういう病なんだよ。あるいは呪いか。30日ごとに死と再生を繰り返す病。それがあの眉の正体だ。どうして、どこでそんな病を、グレーテルはいつから。わからない。私の孤児院に来た時にはすでに病を発症していた。何人かの医者にも見せたが全員がサジを投げたよ。眉から生まれれば記憶は30日前に戻る。グレーテルは昔からずっと14歳になる直前の30日を繰り返しているんだ。しかし何度も再生を繰り返した副作用だろうか、最近は眉になる少し前になると過去の記憶を取り戻すようになってしまってね。自分は死ぬのか眉になってしまうのかとしきりに尋ねる様子が痛ましくて、直前に眠り薬を飲ませるようにしていたんだ。俺がグレーテルを連れ出したのはその前だったんですね。そう自分を責めるような顔をしないでくれ。誰もあの子がああなるとは想像ができなかったはずだ。けれどもし君が少しでも悔いているなら、もうあの子には会わないと約束してくれないか。14歳になると母親に会えるとあの子は言っていただろう。あれは私の方便だ。あの子にあの場所でおとなしくしていてもらうために私がそう教えたんだ。それを否定することも、外の世界への新たな希望を持たせることも、あの子にとっては酷なことなんだよ。母親の存在を否定することはもうしません。けれど、なぜ外へ連れ出すことができないんですか？まあ、それも呪いの副作用だよ。呪いは同時にあの子に制御できない力を与えた。鎖を焼き切ったのはその呪いの力だ。君も一度は見ただろう。あの子の感情の高ぶりを引き金として人知を超えた力の爆発が起こる。外の世界はそれを受け止めるには脆すぎるんだ。だから不用意に感情を動かさないよう何もない部屋へ閉じ込めている、そういうんですか？他に方法がないんだよ。どうか分かってくれ。君ももうあの子に辛い思いをさせたくないだろう。さあ今日はもう遅い。部屋の用意は済んでいるよ。私は君の体も心配だ。あまり考え込まず、どうかゆっくり眠っておくれ。夜か。ひどく喉が渇いたな。前にも似たようなことがあったような。慣れるかな。この子は特別になれるかな。僕たちみたいなのじゃなくて。私たちみたいなのじゃなくて。子供の声がする。グレーテルか。いや、違う。大丈夫だよ。眉がちゃんと育ってる。きっと
この子は特別になれる。特別な眉になれるよ。眉？グレーテル、一人ぼっちじゃなくなるかな？うん。きっとね。そうだといいな。そうだといいな。視線を感じる。寝ている俺を何かが見下ろしている。誰だ？お前はグレーテルの？どうしてこんなところへ？消えたか。しかし妙な夢だったな。見つかっちゃったね。ね、見つかっちゃったね。何なんだ一体。ここは未知の絶望が眠る街。世界のすべてを知っていると思うのはおごりよ。グレーテルの病、謎の声。お前は何か知っていたのか、ラプラ。